皆さんこんにちは、アレックスです。まだホテルにいるんですけど、これからですね、鎌倉の方にちょっと行っていきたいと思います。で、今日のテーマはカフェ巡りとちょっとしたロケ地巡りをしていきたいと思います。というわけでですね、今ちょっと稲村ヶ崎っていう江ノ電の、はい、というわけでです、横浜から鎌倉で江ノ電に乗り継いで、来たんですけど、さすがに1店舗目のカフェなんですけど、古民家らしいんだけど、その日本食の朝ごはんが、時間的に今まだ8時半過ぎなんだけども、この時間にすでに空いてて、そこが食べれるカフェよりどころっていうすごい素敵な店があるので、そこに行ってみたいと思います。おはようございます。一人なんですけど、先にメニュー聞いておりまして、本日が味見になっております。平成はアジとサバどちらもつく朝食になっておりまして、皆様お魚に卵とかトッピングなさるんですけど、なるほど、お決まりですか？卵かけご飯に、お魚ついてないってことですね。あ、そうです。そしたら、アジの干物定食、はい、ね、これで卵がついて、はい、そうすると卵かけができます。じゃそれでお願いします、はい、すいません。以上でよろしいですか？はい、以上で、はい、味噌お願いします。おでこに剣をいただきます。はい、はい、ありがとうございます。消毒お済みですか？あ、はい、はい、ありがとうございます。そうしまして、左手の奥の座敷のお席でお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。じゃ、作り方ご存知ですか？説明します。しのみと黄身を分けてもらって、大きい方の器にしのみで、ちっちゃい方に黄身を分けてもらいます。しのみメレンゲ状に分けてもらうんですけど、コツがあって挟んで斜めにして分けると泡立ちやすいので、やってみてください、はい、最後ご飯の上に乗せた時に真ん中にくぼみを作ってもらいます。そこに黄身を落としてもらって、こっち側のクレフトの方のお醤油が甘口なので、垂らしながらお召し上がりください、はい、失礼します。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今ちょっとよりどころっていうすごい美味しい朝食を、多分ね、何ヶ月かぶりに美味しい朝食を食ったのがかなり久しぶりで、で、この後ちょっとね、極楽寺とかいろんなとこちょっとロケ地とかいろいろ回ってきて、それから、また次のカフェの方に行きたいと思います。
卵がね、まずめちゃくちゃ美味しくて、普通の、なんだろう、ちょっと黄身が濃い、まあなんかありきたりな返事の感想になるけど、やっぱり黄身がめちゃくちゃ美味しくて、醤油をかけてくださいって言ってたんだけどな、割とね、醤油なしでも俺全然ない方がいいってちょっと思ったのかなっていう感じがしました。で、お魚もみりん干し、チアのみりん干しだったんですけど、これも結構程よい甘さと塩味があって、結構それが卵かけご飯とすごい合ってるので、ぜひ、鎌倉でちょっと朝食を食う用事があればですね、ぜひ食べに来てみてください。それはちょっと、極楽寺の方まで歩いて、ちょっと歩いて、ロケ地を回って、その次のカフェに行きたいと思います。はい、というわけでですね、ここからちょっとナレーションで行きたいと思います。ではまず最初に僕がいたのがこちら。極楽寺駅なんですけど、ここは海町ダイアリーという映画の姉妹たちが住む、最寄り駅になってます。そのため結構ですね、ここは聖地と、なってます。で、今映ってるのがですね、ディスティニー鎌倉物語っていう、映画のワンシーンなんですけど、ここは鎌倉高校前行きのすぐ近くの踏切で、こういった鎌倉ディスティニー以外にもですね、他にも今鎌倉ディスティニーなんですけど、こういうアニメとかでもよく使われております。一番有名なのがスラムダンクで、昔ですね、結構中国人観光客とかが非常に多かった、場所です。今追ってるのが七里ヶ浜駅っていう駅なんですけど、ここは青豚っていうアニメの舞台になった場所になってます。で、最後にですね、こちらはですね、シンゴジラのワンシーンなんですけど、ちょっと見えにくいんですけど、これゴジラですが、2回目に上陸した、公園になってます。ちょっと公園の名前忘れちゃったんですけど、ここからゴジラが上陸して東京の方に向かっていたという、映像になってます。というわけでですね、今回ですね、ちょっと簡単なロケ地を回ってみましたので、いかがだったでしょうか。では次からですね、無心庵というカフェに行きたいと思いますので、それをぜひ楽しんでいただければと思います。はい、いらっしゃいませ。一人です。はい。どうぞ。はい、じゃあ、どちらか。好きなところで。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。すいません。黒ごまきなこを一つで、お一つで、はい、はい、以上でよろしかったですか。以上です。はい、それでは気を抜き先生、失礼します。もし足んなかったらおっしゃってください。はい、すみません、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今無心庵という、まあ、すごいこういう線路のすぐ真横にあるすごい素敵なカフェに行ってきました。でも本当にもう時間がゆっくりと過ぎる、本当に素敵な店だったので、また皆さん機会があればぜひ来てみてください。もう本当に和田塚駅のすぐ真ん前に、あるので、非常に行きやすいと思います。電車もこういう風に本当にこの真横に立ててるので、本当に電車が頻繁に通るわけじゃないので、すごいいい感じの
タイミングで通ることが多いですね。ちょうど今向こうから乗った電車が来たんで、本当にもう来るよ、真隣のところに電車が走るからめちゃくちゃ面白いんだよね。来た来た、こうやって電車が全然間近に触れそうなぐらい近く通ってるから、めちゃくちゃここ歩くだけでも楽しい。それじゃあね、ちょっと鎌倉の方に戻って、鎌倉駅ね、の方に戻って、ちょっとお土産買って、で、ちょっと3カ所目のカフェの方に行ってまいりたいと思います。空船っていうちょっとベジタリアン向けのお店になってますんで、そちらの方に行きたいと思います。ありがとうございます。本日のこちら日替わり定食とひよこ豆入りのお豆腐のハンバーグになります。はい、ありがとうございます。そしたら日替わり定食を一つで。はい、ありがとうございます。お願いします。お待たせいたしました。はい、日替わり定食とお豆腐のハンバーグです。ありがとうございます。すぐにお下げしてよろしいですか？大丈夫です。というわけでですね、今ちょっと、空船っていうちょっとビーガン料理ですね、あんかけとか味噌汁に普通かつおだしとか使うと思うんですけど、かつおだしの一切使ってなくて、味がめちゃくちゃしっかりしててすごい美味しかったんで、まあ、どちらかというとその観光客向けというより地元の方がちょっと多い感じはしたんだけど、もし機会があったらね、ちょっと観光地からちょっと外れてるんで、こっち側がなんで、あまり観光客そんなに多い感じはしないけど、ぜひすごく美味しかったのでぜひおすすめで、ぜひ行ってみてください。これからですね、また電車に乗って北鎌倉っていうところに行って、民家っていうすごい昔ながらの喫茶店っぽい雰囲気のお店にちょっと行きたいと思います。コーヒーを一つと、自家製プリンにします。アイスコーヒーブラックで大丈夫ですか？ブラックで大丈夫です。はい、ありがとうございます。
だけでですね、今、喫茶民家っていうところに行ってですね、水出しコーヒーとか飲んでるんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。多分コーヒーが苦手な人って、コーヒーが苦手な方でも全然飲めるんじゃないかなと、いうぐらい結構あっさりしてました。北鎌倉の方、別に何も観光するわけではないんだけども、この後も本当に横浜に帰るだけなんですが、まあ結構北鎌倉って、まあ、神社仏閣がすごい多い地域で、みんな大体ね、鎌倉とか家の島の方に行って観光する人が非常に多いんだけど、だからちょっとした鎌倉と江の島に隠れたちょっと観光地になってるんで、すごく綺麗なお寺とか、まあちょっと鎌倉と違っておしゃれさというよりちょっと歴史のあるものがすごい濃いので結構おすすめです。まあ神社とかお寺を回りながら少しずつ鎌倉に向かって歩くって言っても、一つ、なんじゃないかなと思います。というわけでですね、今回はですね、古民家カフェですね、4軒、回ってきたんですけど、いかがだったでしょうか。またこういうのが良かったと思ったら、ぜひ、いいねボタンもしくは、コメントをしていただければですね、また今後こういう企画をしていこうかなと思います。でもロケ地はちょっとだけ、回って、まあ、シンゴジラとか海町ダイアリーで、アニメだと青豚だとかいろんなとこ見て回ってきたんで、またロケ地回りとかもぜひ他にも見てみたいなって思ったら、ぜひそれもコメントしていただければなと思います。まあ、今度ね、金沢に住んでるので高山が近いんで、今度は氷河の舞台を、見に行こうかなというふうに思ってます。それではこの後横浜に帰って、ホテルに帰ってゆっくり、して、明日まだ予定何も決めてないんですけど、明日もなんか横須賀に行こうかなというふうに思ってますので、また楽しみにしていただければと思います。それではまた次の動画までに、チャー。We should be good, but we keep lighting fires. The words you be, 'cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words you be, 'cause we're scared of the silence.